バラード第2番の単調 S171 は、フランツ・リストが1853年に作曲したピアノのためのバラード。リストが2作目のバラードを完成させたのは、大作ピアノ・ソナタ・ロ・単調が出来上がったのと同じ頃であった。作曲は、バイマルにて進められ、1854年に、キンストナー社から出版されると、カール・フォン・ライ人間伯爵へ捧げられた。 来人間伯爵は、バラード第一番の検定を受けた、オイゲン・ウィトゲンシュタイン公爵の義理の弟にあたる人物である。リストは楽譜に表題を掲げなかったものの、長らく、ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーのバラード、レノーレが本作の題材であると考えられてきた。このバラードを扱った作品には、他にもリスト自身によるピアノ伴奏付きの牢状や、 ヨアヒムラフの公共曲第5番などがある。一方、リストの孫弟子にあたるクラウディオ・アラウは、本作を、ヘイローと、レアンドロスの神話と重ねる解釈が、リストの専門家うちではよく知られていましたと述べている。第1番のバラードと比較すると、第2番は、演奏時間が2倍程度拡大するとともに構想は、大きく広がり、希望並びに、内容の著しい進化が見て取れる。 本作は、ピアノのためのバラードというジャンルにおいて、ショパンの4作品に続く作品に位置づけられ、多くのピアニストが取り上げるなど近年では、再評価の機運が高まっている。約13から15分。冒頭から、低音部が不気味な半音階を奏する中、最初の主題が提示される。フレイ一凶暴で、悪魔的なうねりが一段落すると、変わって愛らしい主題が奏される。 フレイ1とフレイ2の両主題は半音下げて繰り返される。フレイ2アレグロでチーソとなると軍楽調の楽奏を用いて技巧的に盛り上がりを見せる。ついで序長的な主題が弱音で出される。フレイ3その後、フレイ2が歌われると、フレイ1に始まる展開が続き、フレイ3を経て、フレイ2が回帰する。そのまま推移すると、アレグロモデラート、ロ長調となり、 カンタービレでオペラ調の旋律がそうされるが、これはフレイ1が転じたものである。フレイ3を挟んで再びこの主題が郵送に奏でられ、最後はフレイ2によるコーダによって弱音の中に終わりを迎える。なお、決尾部分には当初競争によって締められる番が準備されていたものの、出版前に作曲者自身によって原稿の形へと差し替えられた。ありがとうございます。